最近流行りのチェアリングやってますかはいどうもこんにちはライブスキルコーチのミスターおかちです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います今日のテーマは育児疲れをなんとかしたい子育てのストレス発散術20でございますどうでしょうストレス溜まってますか 何らかの形でストレスって溜まってるよね、あるよね。うん、ただ、そのストレスっていうのがね、なんか当たり前になってくると、自分でストレスがあることがわからなくなるんですね。だって自分にとってそれが当たり前だから。 僕がサラリーマンの時20から30までの時はまさにそうで、まあ、なんか自分では疲れているとは思ってなかったんだけどなんかこう、食欲が止まらないってやったり逆に食欲がないこともあったりとか何か知らんけど頭が痛いなとかだるさが取れないなってやったり、えー、全然夜眠れないっていうこともあったしだからなんだろう、睡眠薬は常に家にありましたよ 眠れないっていうこと、本当に辛いじゃないですか。僕、眠れないことが一番苦しかったんですよ。翌日、ちゃんと仕事があるし、会議もあるし、えー、体調を万全に整えたいんだけど、眠れない。これがね、本当に苦しくて。なので、月に1回か2回ぐらいそういうことがあったから、うんまああのー、ずっとこう1週間連続使うってことはなかったけど、眠れないときには睡眠薬を飲んでいました。ね、あんまり使いすぎると依存,依存,、えー、依存症になってしまうので、要注意なんですけども、まあ、そんな感じでね、なんか知らず知らずのうちにストレスが溜まって、 っていうのがあってそれによって不安が強くなったりこのまま自分ってこの会社で働いていてええんかなとかでイライラしやすくなって自分より年下の人とか後輩に当たってしまうっていうことでもうそんな自分が嫌やからもうずっと家に引きこもるっていうこともありましたまあそんな感じで体に現れるストレスであったりまあ心に現れるストレスであったり実際の行動に現れるストレスいろんなストレスがあるんだけどやっぱストレスってためない方がいいよねストレスってない方がいいよね ただ、ストレスない方がいいけど、ゼロにすることは無理なんですよ。ゼロにすることは無理ないんだけど、ストレスを発散する術であったり、ストレスがかからないような生活を作っていくってことはすごく大事だと思います。それはやっぱ子育てをする上でもね、子供にもえ大きく影響するからです、ね。家族にも大きく影響する。そうじゃないですか。パートナーが不機嫌やったら、こっちもなんか嫌でしょ。不安であったり、心配したり、なんかこう、もやもやするわけでしょ。 でやっぱりその親がね親がやっぱり不機嫌であったりストレスを抱えててなんかしんどそうやったら、えー、なんか僕やってしまったんかなとか子供の心も不安定になるんですねで不安定になるからななんだろうな安全基地であるはずの家であったり親っていうのがそうではなくて不安の材料になってしまうそうすれば子供は安心するために安全あ安全心するためにねなんだろうな親の顔色を伺うようになるんですね。 自分の気持ちを押し殺して、えー、周りの顔色がかって、えー、周りの期待に応えてしまって、生きづらくなってしまうということもあります。で、ストレスを抱えて込んでしまう。親もストレスを抱え込んでしまうと、子どももストレスをため込む癖ができてしまうんですね。それが当たり前なんだと思ってしまうから。そうなると、それをうまく発散できずに、えー、突然切れてしまったり、突然非行に走ったり、もう引きこもりになったりするということもあります。 なのでなので、えー、親がストレスを発散するってことは子供にも家族にとってもそして自分の人生にとってもすごく大事だよねっていうこと、うん、そういうことを踏まえてじゃあ今日はねストレスをどうやって発散していくのかっていうこと プラス、えー、そもそもストレスがたまらないような生活をするにはどうしたらいいのかというところそれを2つに分けてね紹介していきたいと思います、えー、ここに書いている1から10が、ねえー、どちらかというと今感じているストレスを軽減するという方法でありこの11から20が、えー、ストレスがかからないようにストレスを、えー、マネジメントする方法になりますはい、えー、これをねどん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 紹介していきたいと思いますよろしいでしょうか で、えー、いつも紹介してる、いつも言ってるんですけども、なんだろうな、あのこの1から20全部覚えなあかんとか、全部やらなあかんってことがそんなこと一切なくて、えー、これもおかちね、ゆるく配信してるから、皆さんゆるく聞いてくださいね。あの家事しながらとか、通勤しながらとか、そんなんでもええので、散歩しながらとかね、そんな感じで、なんかこう、あビビッときたものだけねあ、これちょっとやってみようかなという感じで、あの取り入れていただけたら嬉しいです。ゆるい感じでやっていきましょう。はい、えー、それでは、早速紹介します。 1>, 1つ目、早く寝る。うん、これだよね、うん。早く寝るあの。寝たら忘れるってこともあるわけじゃないですか、あのー。やっぱり睡眠すると体の疲れは取れるんですよ。脳もね、すっきりするし。で脳がすっきりした状態で、あのー、どうしたらいいかって考えたらいいんですね。 夜とかね、不安になって、焦ってしまって、恐れてしまってね、将来どうしようかなとか、うちの子このままでいいのかなとか、えー、子育て、私の関わりはまずかったんじゃないかなって、そういうふうにね、自分を責めてしまったり、えー、罪悪感を持ってしまうんですね、夜。特に夜ですよ、夜ね。で自分の頭がね、こうすっきりしてない状態でどうしようかなって考えても、その解決策が出てこないんですよ。 なのでもう悩んだとき、迷ったときであって苦しいときはもう早く寝る、もうとにかく寝る、<laughs> 寝るです、はい <laughs> すぐに寝る、それだけでもねちょっとこう悩みが解決されたりね <laughs> えします、で実際ストレスがたまるっていうのは睡眠不足の原因っていうのも多いんですよ。 ね、ストレスがたまる、その睡眠がちゃんと取れていないと疲れが取れない、疲れが取れないから、も些細なことでイライラしてしまったり、集中できないから、普段よりも、ね、だろう効率が悪くなって、えー、失敗してしまったり、ね、しょうもないことやってしまったりするということだから、だからしっかりこう睡眠をするということ、これは、ね、もうシンプルやけど、ね、めちゃくちゃ効果があるんじゃないかなと思います。嫌なことがあったら夜は早めに寝て気持ちを切り替える、トゥモローイズアナザーデイという言葉もあるわけじゃないですか。 明日は明日の風が吹くってやつですよ。はい。そんな感じでね、えー、まあ、とにかく寝るということ。はい。これが一つ目の方法です。二つ目、朝散歩。これね、あのー、まあ、いろんなとこで言うてるんですけど、やっぱ朝散歩最強ですよ。うん。朝散歩、まあ、何がいいって、まず体にいいですよ。えー、体,っていう体にいいっていうのは、いくつかあって、まず一つは、えーとね、あのー、糖、糖分があの、糖分が少ないわけじゃないですか。あの、食事してないから。 できれば朝ごはんの前が本当おすすめなんですけど、えー、そ,のその時間に行くとね、えー、糖分って夜ご飯食べた時にあの糖分、エネルギーを、ねえー、摂取しているわけで朝のその時間っていうのは糖分は、ね、あんまりないんですよなのでどうなるかというと脂肪を、ね、燃焼してエネルギーに変えるんですね。 なので脂肪を燃やしてくれるという効果もあるし、そして代謝が良くなるんですよ。運動することで代謝が良くなるから、運動してない時も脂肪を燃やしてくれるということで、よやっぱ糖分っていうのはね、疲労物質っていうこと、疲労物質に変わったりする,するんですね。それが糖分がたまると疲労物質に変わるし、その血液の流れが悪くなるし、いろんな生活習慣病のリスクもあるし、でそもそもう体がぽっちゃり、ぽっちゃりすることは悪いことじゃないんですけども、なんだろうな、そのやっぱり糖分を取りすぎる b m i 値って言うんですけどそこの,あの値が大きくなると。 やっぱこう生活習慣病のリスクが高まっていきますので健康面を考えた上でもやっぱ朝散歩はいいということで朝日光を浴びると、ね、それメラトニンっていうのがねメラトニンじゃないわね、えー、とビタミン D が、ね、生成されてお肌も良くなったりとかするしそのビタミン D プラスあのセロトニンも分泌されるんですよ日光を浴びるとねセロトニンっていうのは人間の意欲とかやる気に、えー、大きく影響するというものだから朝そういうセロトニンを、ねえー、こう分泌が分泌されると、えー、今日 もう1日頑張るぞっていうなるわけでねでな,かなので、しっかり日光を浴びて散歩する。5分からあ、5分はちょっと短いな。15分から30分ぐらいがおすすめです。で、これパートナーと行うとなおいいんですよ。まあ、祝日とか休日しかできない、できへんかもしれんけど、なんかこう、ストレスのない環境の中でね、えー、特になんかこう、 ここの問題について話し合うとかではなく、まあ、ゆるりと散歩しながら、えーえー、と会話を楽しむということねパートナーシップにもいいですよね。ということで朝散歩ってめちゃくちゃいいですよということで昼ねしっかり日光を浴びてセロトニンが分泌されるとそのセロトニンっていうのはね夕方になると夕方以降になるとあれですメラトニンに変わるんですよ。 メラトニンっていうのは人間の睡眠をこう促す効果があるのでえ夜もぐっすり眠れるようになるということでございますなので朝散歩おすすめでございますで最近おかちはね山登りをやってるから実は朝散歩してなかったんですよえここ2年ぐらいはねずっと朝散歩優香ちゃんとやってたんやけどもう今はね山登りもうがっつり4時間とか <laughs> 4時間とかやっちゃうんで朝の散歩はせずにもう日光を浴びるだけにしてますあのーなんだろうな 7時40分にボイシーをっていうね、ラジオを収録した後、8時に終わるので、そこからプロテインを片手に、ベランダ出て日光を15分浴びて、そこから、えっと、インスタライブを8時半から始めるという流れで僕はやってます。はい、それでは3つ目。産業日記を書く。あ、これ、いいよね。あのー、やっぱり吐き出すってことですよ。 まあ、とにかく日記っていうのはその自分がそのね、その日あったことを整理するであったり、もう感情、気持ちをため込まずに吐き出すっていう効果があるんですね。で産業日記なんで、もうなんか、たらたらと書かなくていいんですよ。産業でいいんですよ。その日、なんか、心が動いたことを3つ,い3つ書くようなイメージですね。えー、嬉しい、えー。〇〇さんに、えー、チョコレートをもらった。嬉しかった。とかでもいいし、えー、腹が立つ。〇〇さんが、えー、順番を抜かして腹が立ったとかね。 そういうふうになんか心が動いたことを1、えー、行1行1行かける33つの出来事を書くこれが産業日記なんですねまあいろんな産業日記の形があるけどおかっちが進めてるんだそれかな心が動いたことをの3つのエピソード エピソードを1行ずつかける3だから3行ね。を書くと。嬉しかったことでもいいし、もやもやしたことでもいいし、どんなことでもいい。別に3行にこだわらなくていいよ。一応産行日記ってタイトルだけどね。別に5行でも6行でもいい。とにかく3つ、なんかその日あった出来事を書くということ。で、止まらんかったら、うわーって全部吐き出してもいいから。産行にこだわらず、一応この3行日記って言った方が、なんかこう一歩踏み出しやすいでしょ。なので産行日記っていうふう名前にしてます。はい。ということで、ちょっとね、重曹クエン酸水を飲みたいと思います。 はい、4つ目好きな音楽を聴くいいですね。これはねやっぱ現実逃避っていうこともあるし、やっぱ音楽を聴くと。まあその今ストレスを抱え、ストレスを感じているものから、えー、離れることができるんですね。距離を置くことができるんですよ。でも、ストレスのストレスが発生した。その現場に置く。 自分がいると、どん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 ストレスが溜まっていくんですね。なので、なので、ストレスを感じたときっていうのは、そのストレスの現場から離れるっていうことがすごく大事。で、手軽に離れられるのはやっぱ音楽を聴くということ。ヘッドホンをつけてね、えー、おかちゃんも大きいヘッドホンもあるし、あの,の、Bluetooth のノイズキャンセリング付きのあの、イヤホンもあります。イヤホンもあるのね。耳につけるやつどっちもあるの。その夏は暑いからヘッドホンはつけてないけど、まあ、今ぐらいの時期やったらね、今もヘッドホンね、つけながら。 こうやって収録してますけど、まあそのノイズキャンセルンっ方は雑音が入らなくなるし、自分の世界に入れるんですね。で、その時の気分によって、まあブルーハーツ、えー、永遠なのか、本当か、ってあの、情熱のバラ、おかちが一番好きな曲あるんですけど、それを聴いたりとか、クイーンのね、ママー、うーう,う,う あるでしょあれもいいんですよとか、まああの、カノンですね、静かな曲、カノンを聴くっていうのでもええし、まあ、その時の気分に合わせて、ね、曲を聴くっていうのがいいと思います。あの音楽っていうのは、ね、やっぱその気分の波長と、ね、結構こう密接に関連してるので、音楽を聴くことで気分は変わるんですね。 そうじゃないですか。あの、タン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 タラタ、タンタンタラタタンタラタンって、ロッキーの音楽にちょっと下手くせやったけど、<laughs> ロッキーの音楽が流れると、こう、なんかテンションが上がったりするじゃないですか。タタター、タタター,ー,ー,ーってやつですよ。 まあそんな感じで、あのー、僕は結構音楽って効果的に使うんですね。リラックスしたいときはリラックスできる音楽やし、ちょっとこうテンション上げたいときはちょっとテンション上がるような音楽、特殊のときは特殊の音楽。まあ、そういうふうにね、えー、BGM を自動的に作,作ってくれるソフトがあるんですよ。 エンデルっていうアプリなんですけど、そのエンデルっていうアプリを使って、もう睡眠の時には睡眠ってやつを押して、読書の時には読書で、勉強の時は勉強っていうのを押して、えー、その時々に応じた行動に応じた音楽を基本的につけてます。つけながらストレス溜まった時は先ほどお伝えしたような、あの、ブルーハーツを聴くとか、ね、カノンを聴くとかいうのをやってます。このエンデル結構おすすめですよ。あの、ENDEAL。N D e A L ENDEL、エンデルってね、ググってもらったら出てくると思います多分、無料のところもあったんじゃないかな、試しに2週間ぐらい試して使えると思うので、1回試しに使ってみるのもええかなと思いますはい、次行きましょうか、5つ目、泣ける、笑える動画を見るということね、これ泣くことも笑うことも体にいいんですよ、もう涙を流すことにはね、まあ、カタルシスと言われてるいわゆる心の浄化効果があるんです。 ストレス解消に役立つと言われているということでね、日々一生懸命子育てをしていると、自分が泣くことすら忘れてしまうのではないでしょうかと。時には泣ける映画などを見て、思い切り泣いてみるのもおすすめですということですね。かちゃん、韓国ドラマでね、天国の怪談とかね、あとな何個かあんねんけど、ちょっと忘れちゃったけど、あの、あるんですよ <laughs>。ちょっと忘れちゃったけど、韓国映画のあるシーンを見ると、絶対泣,いて泣けてしまうであったり、日本でやったの手紙ってやつしてます。手紙。 手紙ってあの、ね、あああのののねななんだろうな、あのー、兄弟でね兄弟がいててお兄ちゃんがね殺人,殺人を犯してしまうんですよ、犯罪を犯してしまって、えー、捕まってしまうんですね。 で、その後弟がね、えー、職場でもいじめられて、えー、結婚するって時にも、その結婚する相手の親にね、お,お前のとこに娘はやらんとか言われたりしてね、で、生まれてくまあ結婚はなんとかできたんだけど子供もいじめられるみたいな感じで、えー、そんなことがあったもんだからその殺人を犯したお兄ちゃんにね、もう縁を切るって手紙を書いたんですよ。 でそこからまた物語が展開していくっていうね。これもね、泣けるんです。僕も兄弟がいるから、もう可愛い弟がいるからね。うん、なんかね、自分事のようにね、泣けてしまうんです。あの、僕、僕もね、本当に一歩間違えたら、まあ、殺人とまではいかへんけどあの、罪を犯してもおかしくないキャラクターというか、そういう気質があるんですよ、僕はね。人の役に立つということで、ね、あの、役あのなんていうか、ポジションを取れなかったら、多分、なんだろうな、そういう、 罪を犯してでも目立とうっていう風うになってた可能性はあります。少なからずね。否定はできないなと思ってて。ね。まあそういう風に泣ける映画であったり、ドラマとかを見る。最近だった野島真司のね、野島真司ってわかります昭和生まれの方だったら結構わかると思います。あの、言えないき候とかね。えー、なんだろうな、あの、あなんだっけ、あれ。タララー、タラララララーの音楽の。 あの広末涼子が出てたやつ、ちょっと忘れちゃったけど、まあ、いくつかあるんですよ。あの、野島真二高校教師とかね、人間失格とか、そういうのを結構見てるように見る,見るかな。うん、ストレス溜まったときはね。あと、笑えるっていうのもいいですね。笑うこともストレス解消につながるし、まあ、声を出して笑うと、まあ、主観的なストレス、自分が感じている主観的なストレスが減って、えー、ストレスホルモン濃度が低下すると言われているということ。うん。ねあの無理して笑わなくておかしい,いと思うんですよ。あの 口角を上げることでねあの、ストレスから回復しやすくなるという研究経過もあります。えー、愛想笑いもしようっていう人いるんだけど、まあ、僕のこの動画を見,たり見てる方は、どちらかというと本当に頑張りすぎでなっていうから、 普段からね、そうやって周りの人,人を楽しませようっていうか、そのね、えー、ご機嫌にしようと思って無理してる傾向にある方も多いので、そういう方に愛想笑いはあんまりおすすめしませんということです。なので、心から笑えるお笑い番組であったり、ドラマであったり、映画を見るっていうのがいいんじゃないかなと思います。次行きましょうか。えっと、次は、えー、6個目ですね。好きなものを食べる。うーん、これはね、もうサラリーマンの時は、もうこれ、 しかなかったんちゃうかなっていうぐらい。いや、そんなことないけど、まあ、買い物とかもね、えー、やってたけど、休みの日にね、美味しいものを食べるっていうこと。で、やっぱりお金を使う。とにかくお金を使うっていうことがもう、すごく、うん、唯一のストレス発散系。いや、そんなことだな、ダンスもやってたな。趣味もダンスもやってたけど、まあ、メインはお金を使ってストレスを発散するっていう方法をやってましたね。20代はね。まあ、それがいいか悪いか置いといてね。ただ、ストレスはね、すっと楽になるんですよ。美味しいものを食べたら。ね。 で、またそれが高かったんですよ、サラリーマンの時。あの、僕、お医者さんを接待する仕事をしてたんで、ね、先輩に連れられていく店は、どこも8000円ぐらいするとこ。プラス、終わった後2次会とかスナックとか行くわけでしょスナックとか全然面白くないじゃないですか、20代の若者が行っても。まあ、それで1万円とかに取られるわけなんですよ。で、1回行って2万円ぐらいですよ、ラーメンとかも食べるから。ね、だから休みの日にお金を使うから、もう土日だけでも10万ぐらい使ってた時もあって、全然お金が貯まらなかったね。うん、まあそれはちょっと置いといて。まあとにかく 好きなものを食べるっていうのはすごくいいよね。まあ、チョコレートっていうのはそういう癒しの効果もあると言われてるよね。ストレスホルモンを減らす作用があると言われているから、まあ、そういうプラスね、あのストレスを低減するチョコとか、あと睡眠の質を高めるチョコとか、その自分の状態、そのメンタルバランスに合わせていろんなチョコレートとやったり、おやつでやったり、スナックとかが発売されているので、まあ、そういうこともね、ちょっと楽しみながら好きなものを食べるっていうのはいい,い,いかなと思います。あのおしゃれなカフェに行くのもいいよね。まあ 項目なななかかったなおしゃれなカフェ大丈夫かな、うん、重なってたらここで言ってしぼったと思ったんやけど、うん、でおしゃれなカフェに行ってねとかあのランチを1人で食べるっていうのも全然ええと思います、うん、そういう風うにおい、まあ、しいものを食べるっていうのも手軽にできるストレスの発散法の1つかなと思いますそれでは7つ目ゆっくりお風呂に浸かるあこれはねもう最近は結構やってるかな、うん、ストレスが溜まった時しんどい時っていうのはもうこれをやってる、まあ、体がね実際に疲れてる時っていうのはあるんですよ、まあ、登山 6時間ぐらいやる,やる,やるわけでしょそうなると、やっぱぐったり疲れてるんですよ。まあ、その時はしっかりお風呂に浸かる。で、マグネシウムがいいね。えなんでマグネシウムがいいんやったっけ優雅ちゃんがね、とにかくね、健康オタクなんですよ。すいません。<laughs> こんなこと言ったら怒られるかな、あのー。健康マニアなんですね。マニアでもうすごくいろんなこと調べてやってくれるんですよ。マグネシウムをお風呂に入れると、いい理由言いましょうか。マグ,ロマグネシウム風呂のすすめ。今、調べました。今、必死でググりましたよ。 えー、ダイエットにいいんですって、えー、脂肪や糖質の吸収スピードを抑える働きがあって脂肪の蓄積を防止する効果があるダイエットにいい2つ目、便秘の解消なるほどミネラルが不足しがちな現代の人は肌から直接マグネシウムを吸収することで新陳代謝を高める働きや老廃物の排泄を促進する働きがあるとあと便を柔らかくしてスムーズなお通じが期待できるめっちゃいいやんこれ3つ目、保湿美肌の維持 マグネシウムは天然の保湿成分水分を吸着するという性質もあって肌表面の老廃物を取るくす,取るくすみ改善に加え保湿効果も期待できますもうすでにめっちゃいいや4つ目お,ひるお肌のトラブルにもマグネシウムには鎮静作用がありストレス緩和にも役立ちます塩素の中和効果もあるそうです5つ目体内にたまった毒素を体外に出すなるほど 日常生活や食べ物を通して体内にたまった重金属食品添加物農薬放射能などを体外に排出する効果がありますマグネシウム風呂はこんな方におすすめ疲れやすいだるい食欲不振気分が落ち込みやすいイライラ頭痛不眠不整脈エネルギー代謝が悪く太りやすい、ね、そういう方におすすめということで、まあ、ストレス発散にはもってこいですよねでね何がいいかっていうとこれ安いんですよ 確かね、ちょっと忘れました、マグネシウムのでっかい箱、1kg ぐらいあって、1000円とかです今見ました、ね。塩化マグネシウム、食品添加物用で、えー、っと 1,、1100、ね、円、えー。高濃度のやつでも、1 0キロで3000円とかですよ。1 0キロ3 0 0 0円ですよ。これ1年以上持ちますよ。ね、<laughs> あの使うときは僕は、左手でね、ぐっう握って、そのままペシャーってあのお風呂に入れるんですけど、それだけでいいです。 様々な効果が得られますマグネシウムブレブロおすすめですはい、えー、次は8つ目愚痴を聞いてもらうそうなんですよこれねとにかく外に出すえ溜め込んでしまうとそういった悪さするんですよ自分の中でね、えー、体にも悪さするし心にも悪さするしね、全然ええことないんですよ溜めても だから自分が我慢すれば丸く収まるってね、そういうのあるわけでしょ、でもそれって結局、溜め込んでしまうと、自分より弱い立場の人に、そのストレスがね、向けられてしまうんで、それが例えば子供であったりね、職場の後輩であったり、向けられてしまうんで、結局、その人間関係が悪くなってしまうことがあるんですね。なので、気の許せる友人、安心できる人に、ただ聞いてもらう、うん、愚痴でもいいじゃないですか、愚痴を吐くなとか言う人いるけど、いや、吐いていいんですよ。 愚痴は吐けですよ。とにかく溜め込むな。うん、愚痴を溜め込まずに止め込はあの吐き出す。言う人がいなかったら、さっき言った日記を書くでいいと思うんですよ。ね、愚痴を全部こう書いてる日記でもいいし、出せない手紙っていうのもいいですよ。あの人に対する恨み、憎しみがある。もう自分の親でもいいし、上司でもいいし、パートナーでもいいしね。出せない手,手紙だから見せたらあかんね。絶対見られたらあかん、ねうん、あの見られたらいい手紙は出したらいいんですよ。その人に直接言ったらいいで。見られたらあかんことを書くわけでしょ。 なので、見慣れないようにしてください。これすごく大事ですね。その代わり自分の本心を書き殴る、ね。あなたにどうしても伝えたいことがあるねんって言ってね、その子人に手紙を出すつもりで、ね、書いてみる。出したらあかんよ。うん、こういうことも一つおすすめなんじゃないかなと思います。八つ目は、愚痴を聞いてもらう。でしたね。ここのつ目好きな場所でチェアリング。ああ、これはいいね。チェアリング。うんあのー、これね、あのー、簡単ですよ。チェアって椅子じゃないですか。ね、チェア、椅子。で、えー、椅子をね、 自分がお気に入りのところに持って行ってそこに椅子を置いてその椅子に座るこれですチェアリングちょっと今調べてみましょうかはいチェアリングいつもと違う休日を楽しむということでこれ流行ってるんですよねな何だろうなえー、っと私はチェアリングという言葉を初めて聞いたので早速調べてみましたはい何ですかチェアリングとは えー、アウトドア用の折りたたみ椅子を持って散歩しながら自分好みの場所を見つけてくつろぐことこれいいよな100円ショップでもあるよあの自分一人で座れる椅子なでもっとなんかこうリラックスしたいんだったら、まあ、1万円ぐらいのやつだったら結構ええやつあるよ、うん、そういうのを片手に散歩して自分があここなんか心地いいなっていうところにね椅子を置くんですよ椅子を置いてるところにそこに座るだけ うん、それでね、あのーなんだろう、コーヒーとか持ってってたら、そこでコーヒーとか飲んでもええし、好きな音楽聴いてもいいし、読書したら、もう、読書するのでも OK じゃないですか。まあ、椅子代はお金かかるけど、100円でもでき,するできるし、もう、椅子がなかったら、もう、ベンチでもいいですよ。ね、公園とかに行ったらベンチがあるし、別に公園じゃなくても、山歩きしてても、僕もずっと山歩きしてるじゃないですか。ね、僕、山歩き、趣味なんですよ。で山歩いてて、気持ちええなと思ったところに、そこにね、あのー、なんだろう、こうちょっとこう、あのお尻が痛くならないマットを引いて、そこに座って、ふーってしてます。 はい、ふうってしてしますこれめちゃくちゃいいよ。うん、で椅子がなくてもあっても自分がお気,にお気に入りのところを見つけてそこでくつろぐということ。これがチェアリングでございます。もういつでもどこでもできる好みな。好みの場所を見つけて好きなように過ごしてみようねっていうことでございます。そして、そしてえっと、ストレスを発散するという上でね、えー、今の感じでストレスを出す、外に出すという,めう,いう意味での最後の、えー、項目になります。10個目。 生活圏から100キロ離れる。ね、これ100キロ離れるっていうのもね、ちょっとね、なんかわからんけどいいんですよ。あの <laughs> すいません、なんかわからんけどっていうことばっかで申し訳ないんけど、あのー、生活圏内にいると、どうしてもなんだろうな仕事のことを考えたりするわけじゃないですか。ね、だから、生活、普段会ってる人とか、えー、普段買い物をしている場所とかそう、自分の家がある場所から離れるということはね。 自分が住んでる街から100キロ離れて、普段の生活とは違う環境に身を置くということね、これはね、ものすごくいいよね。うん。で、僕は車でよくそれをするんだけど、車でね、そうやって100キロ離れていくとね、なんか,なんかね、なんかいらないものが剥がれていくんですよ。だから日常のこうしないといけないっていう、その自分の中で思い込んでるルールであったり、えー、同調圧力ね、えー、そ周りからの期待とかそういうのも聞こえなくなるし、とにかく雑音が聞こえなくなるんですよ。 脱音から、聞こえなくなくって、なんか新しい自分とししててリラックスして過ごせるんでで、すね。うん、なので、えー、自分が住んでる町から 100km 離れる、電車でもいいじゃないですか。電車でね、あのちょっと3 40分離れたところに行ってみるんだったり、ちょっと普段では、普段あんま行かへん、えー、駅に降りてみるっていうのもいいですよね。一、うん、つ隣の駅でもいいし、急行が止まらへん駅に一回普通で行って。 降りてみて、商店街をぶらりと散歩してみるとかね。ま、そういうことでもいいんじゃないかなと思います。とにかく生活圏内から 100km 離れる。まあ、これこれを意味するところは、あの非日,日常のところに行ってみようってことね。 日常のところではなく非日,日常のところろに行ってみようというとといいころでございますはい、えー、ここまではね、えー、自分が今感じているストレスをすぐこう発散するためにすぐにできる方法を10個紹介させていただきました、えー、これから10個はねどちらかというとストレスがたまらないようにするためにはどうしたらいいのかねストレスをなくすための方法っていうところをね、えー、ちょっと一緒に見つめ直していきたいと思いますはいそれでは早速いきましょうか 11個目、感情グラフをつけるうん。これはね、おかっち25歳ぐらいからもうずっとやってることなんですね。もうこれシンプルに自分の心が動いたときに、ねえー、何点か、まあ、グラフなんでグラフを作るんですけど、えー、今、0から10でいうと、縦軸が0から10、あの心の点数で、横軸が日数。いいですか縦軸が心の点数ね。縦と横。 だって縦が0から10でね、えー。10はものすごくハッピーで、0はものすごく苦しい。<laughs> 単純にそうです。0はもう地獄ですよ。10は超ハッピー。そういうふうにね、えー、つけて、横があの日程日,日付ですよね。で、えー、例えば10月24日、ねえー、誕生日のお祝いをもらったで。嬉しい。発展。みたいな感じで、上に点ってつけるんですよ。点ってつけて、その下に10月24日、えー、と出来事を書く。 で、またね、次、心が動いた時に、えー、10月10、えー、10月のな、例えば29日、優、え、雅、ー、さんと喧嘩した、ね、えー、家事を手伝ってほしいって言われて怒られた、で、ちょっとへこんだ、ね、えー、じゃあ10点から今7点になりました、で、7になって、そういう風にね、心が動いたとあに、えー、あのレコーディング、いわゆる記録をしていくんですね。 記録をしてて、いっそれを線でで結んでいく。そうすれば、自分はどんな時に点数が下がり、どんな時に悲しくなるのか、そしてどんな時に嬉しくなるのかが明確に分かる。ね、どんな出来事があった時にね。で、でプラス、自分の状態っていうのは常に把握できるんですね。で、おかちはこれね、出来事があった時に、えー、何点ってつけてたけど、これ毎日つけてもいいよね。 毎日つけることで、えー、と自分が今どういう状態なのかって常に把握できるからあ、ちょっと私ストレス溜まってるなっていうふうにね分かるから今おかちは心の点数表ってそのなんだろうなあの心が動いた時だけにつけるっていうのはおかちやってるけどあの皆さんにおすすめしているのは皆さんにおすすめしていることとおかちやってることが違うってどういうことだよねって思うけどあのおすすめしているのはあの自分が今何点なのかっていうのを寝る前に記帳するグラフをつける0点から10点でねで10はハッピーで えー、0があのしんどいっていう状態をつけていくと、えー、自分がどういう状態なのかがわかる。で、これまず基本なんですよ。自分の今、ストレス度がどれぐらいなのか、心の状態を常に自分でわかっているっていうことが、えー、ストレスをコントロールするために最も大事なこと、最も大事なことはそこにあるんですね。自分の状態がわか,からなかったら対処ができないんですよで。知らず知らずの間に無理しちゃうんですね。 うん、大丈夫、大丈夫もう一つ、もう一息頑張ればできる。私が頑張れば丸く収まるってなっちゃうんですね。みんなしんどそうやから私がやるってなっちゃうんですね。無理しちゃうんですよ。なので、自分の状態を把握するという意味で、まああのー、できる限り、ね、毎日自分が何点なのかっていうのをストレス度を測っていく。もう主観でいいですよ。もう完全に主観で OK です。0から10何点かなっていうふうにつけていく。 感情グラフをつけるつけ方はどんな方法でもいいですよ。日記,日記に、さっき言った産業日記の横に、えー、今日のストレス度は、えー、0から10で言うと、えー、い1点だと。ね、まあ、逆に言って、さっきは10がハッピーって言ったけど、ストレス度でつけるんだったら10がストレスマックスってつけてもいいよ。どういう尺度でもいいよ。10がストレスマックスで0がストレス0でもいいしね。それやったら今のストレス度は8点ですとか、ね、今のストレス度は、えー、0ですとか、ね、いうふうにで、そのストレスになっている原因っていうのを書くといいよね。 えー、なんか家事が多くなって誰も手伝ってくれないとかね、えー、兄弟喧嘩をしてそこ,そこにイライラしてしまったとかね、そういうストレスとなの原因を書くと、なおよしですね、はい。でもあんまりやることが多くなるとしんどくなるので、えー、できる限りできる範囲で OK です。そして12個目、自分の時間を作るうーん、もしかしたらこれは一番最初にやるべきかもしれないですね。自分の時間がないと感情グラフも書けないから。 これ何としてでも作るってことですよ。何としてでも。時間がないんです。そうは言ってもあれやらなあかん、これやらなあかんって言われるんですよ。言われる。分かりました。分かりました。それでも分かりました。じゃあどうやって作るって僕言ってます。うん。どうやって作るいや、でも忙しい。さっき聞いてました、オカッチ。あれやらなあかん、これやらなあかんで私がやらなあかんのです。分かりました。じゃあどうやって作りますって言います。そうなんですよ。自分が時間を作る。自分の時間を作るとね、 自分の時間を作ると自分が決めて行動しない限り自分の時間は永遠に生まれないんですよ。そうでこれはいわゆる、あのー、今やってる何かを捨てるこの13につながるんだけどねつなげて言うよこだわりを捨てる自分の中でこれは大事だと思ってることそれを捨てることなんですよ、ね、どうしても時間ができない方にお伝えしてることはこだわりを捨てるってことです。 自分の中で3食は全部自分が作らないといけない。宿題はちゃんと見,見てあ私が見ないといけない、ね。兄弟喧嘩したら私が仲裁しないといけない。ね、旦那さんの弁当は私が作らないといけない。ね、旦那さんが夜帰ってきたら眠く,眠くてもちゃんと食事の準備をして、えー、お片づけも私がしないといけない。などなど、私の中にあるこだわり、ルールを捨てるってことなんですよ。そうすることで時間が生まれるんですよ。そうでしょよば旦那がね、9時に帰ってきたら、もうそれは9時以降は自分で準備してねって言ってた。 ね、9時以降は自分の時間なわけじゃないですか。そういうことなんですよ。ね、何かしらのこだわりを捨てる。何かを得るためには何かを捨てないと分かな。あかんねん。だから時間を得るためには何かをこだわりを捨てることなんですよ。これすごく大事。まあ、こだわりじゃなくてもお金を捨てるってことでもいいですよ。お金を捨てるっても実際に捨てるわけじゃないですよ。お金を使って家電を買うとかそういうことですよ。そういうことも含めて時短できる家電を、ね、買えば、食洗機を買えばね、自分の時間が増えるわけじゃないですか。 そういうふうに何かしらのこだわりを捨てるということ。で、何としてでも自分の時間を作ると決めるということ。これが十因と十世ね。まあそこにもつながってくるけど、家事を害虫する。うん、家事ね。これはさっき言った時短製品を買うってこともそうだし、ね。えー、おかっちが勝った中で良かったなって思うのも何やろな。うなん、何やろうなあ。あれやな。 お湯作ってくれるやつ、あれなんていうかケトルっていうのかな、<laughs> ちょっと分かんないけど、優雅さんが、ね、バルミューダのやつを買ってくれたんですよ。あれが、ね、めっちゃいい。朝、僕はね生姜湯を飲むんですけど、毎,毎日ね、蜂蜜入り、生姜湯飲むんだけど、あれもスイッチボタ,ンボ,ボタンポチッと押しとくだけでね、まあ、もちろん水入れなきゃいけないけど、水入れてポチッと押しとくだけで、もうそれだけでねなんだろうなもう自分がなんか作業やっててもなんかいつの間にかできてるわけでしょ。 すごく便利ですよねあの。ガスを使いすぎることもないし、ガス代高いわけじゃないですか、最近ね。電気代の方が安いでしょ。うん、そういう意味で、あのケトルは良かったな。他なんかあるかな、時短製品で、ね、買って良かったのは。うーん、何かな。あー、これ時短製品かな。ちょっとあんま今思いつかなかったんで、思いついたらまた言いますね。あと、家事を外注するってのもいいよねあの。一時保育を利用するっていうのも含めて。 あるし、あのー、やろな掃除家政婦さんに来てもらうであったりファミサポとかあるわけでしょあの習い事の創業をしてもらうとかそういうことも含めて、えー、家庭教師に、ね、あの子供を見てもらうとか、ねうん、そういうことも、ねえー、入れて、ね、家事を育児をできる部分は外注するということお金も,もちろんお金減るよそのさっきも言ったように何かを得るためには何かを捨てなきゃ自分の中のストレスを解消したいそのストレスが、えー、例えば家事が多い ね、育児、子供の話をね、子供の勉強を見ることができないっていうんであれば、それをしか、えー、るべき人に頼んでもいいんですよ。だから自分は自分が得意なことで、えー、子供と関わったらよくて、自分が苦手なことは絶対誰かの得意なことなんで、それをお金を払って外注するっていうのも一つのアイディアかなと思います。ただ、お金を払って外注すると、また結局、仕事を辞められないっていう問題も出てくるから、そこら辺はちょっとこう、あれですね、要検討ですね。うん ただ、要は、優先順位をつけるということなんですよ。今この状態で何が大事なのか。お金なのか。それとも自分の時間なのか。ねえー、それとも実際子供に、子供と私が関わることが大事なのか。ね、絵本を読むっていうのはだ私が大事にしてるけど、まあ、別に勉強を教えるのは私じゃなくてもいいよねっていう,うに。全部優先度が高いってなってしまうと、これ、しんどいんですよね。あの疲れが溜まってくるわけだから、どれ,が優どれを優先して、どれを、えー、優先しないのかって、ちゃんと優先順位をつけるということ。 これすごく大事こだわりを捨てるってことにもつながるけどねはいそして15個目休むことを許可するこれがね結構難しいんですよ頑張りすぎのお母さんにはねうーんあのー、自分が休んでるとき休んではいけないんだっていうのがね幼少期の時に自分の母親がね文句一つ言わず家事と育児と仕事完璧にこなしていたからでお父さんの言うことをもう旦那の言うことをねもうちゃんと聞いて 両、ね、妻兼母じゃないけど完璧にこなしてたからそういう姿を見てるからなんか自分も、えー、お母親のように愚痴一つ言わずね完璧にこなさないといけないと思ってしまって休んでいたら怠けてると思われるんじゃないかいい母親と思われないんじゃないかダメな親と思われたくないそういうこともね、えー、働いて、えー、結局休めないってこともあるんですよねで自分が頑張ってる時になんか役に立ってる感覚が得られるとかねなんか承認されてるっていう風なね、えーよ 欲求、自分の欲求が満たされるってこともあり、休んでしまうと、なんか自分っていてもいなくてもいい存在なんじゃないかってな思ってしまって、逆にしんどいっていう人もいるんですね。だけど、だけど大事なことはやっぱストレスをため込んでしまうと、そのストレスってのは子供に向けられるんですね。もしくは自分の体に向けられて、自分の体を蝕んでいく。そうすれば、あなたが潰れてしまったら、結局困るのは家族なんですよ。家族のためにも、あなたから休んでください。 あなたが休むことで子供にも休むことの大切さを伝えることができますしんどいときは無理しなくてもいいそれを伝えることができるんですよすごく大事なメッセージじゃないですか休むという技術どう思いますこれ大事なライフスキルだと思いますしんどいときに無理して走ったら壊れちゃうんですよで壊れたら元通りにするのに余計時間がかかるだから疲れたときには休むこれをしっかり身をもって子供に教えてくださいあなたから休むんですはい16個目 家族に助けを求めるね。まあもちろんいろんな状態、事情もあるから家庭によってね、ワンオペ状態であったり、まあ、シングルの方もいらっしゃいますし、まあ、いろんな状態があるから助けを求められないということもあります。でも助けを求められる分は求めてもいいと思うんですね。例えば、子供ができることは子供にさせる。プラス、できるようにしていく。子供ができることを増やしていく。そうすれば親がやらずともう子供がやってくれるわけじゃないですか。自分が食べたものは自分で洗う。お風呂は洗うとかね。 えー、と洗濯物はね、ここに畳んで置いとくから、置いてるのを自分のところに持っていくのはあなたの仕事ねとかね。だからそういうふうに子供ができることを増やしていくってこと。あとはパートナーに助けを求める。で、何を言っても助けてもらえないんだったら、もう一緒に生活できないぐらいの勢いでね、もうあなたと生活できない、もう私限界なんですと。 いうふうな、本当、危機迫る形で伝えていくっていうのも、対話するためにはすごく大事な一歩になるんじゃないかなと思います。ねえー、どうせ、あなたが、などうせね、えー、ママがやってくれるんでしょうと思ってたらね、えー、対話にもならないから、俺が仕事やってんねんから、お前は稼ぐんだ、お前は、ね、家事するんだよ、育児するんだよっていや、家事と育児の負担、どんだけ大きいねんって。 僕もすいません。正直あの、想像でしかできないです。もしかしたら想像、もしかしたらというか、確実に想像以上なるんだということは想像できます。<laughs> なのであの、無理しなくていいです。助けを求めてくださいで。助けてくれなかったら、そんなあなたとは過ごせない、一緒に暮らせないとまで言ってもいいんじゃないですか。うん。その時に不安は湧いてくると思う。じゃあ、自分はどうやって生きていくねんってで。その時は、ちゃんとそれのことも考えていくことが必要ですね。経済的な自立をするということ。 ね、これまた難しいんですよ。家事、育児しながら自分のために勉強する時間もないし、社会でね、ちょっとこう隔離されてた生活じゃないですか、ねあのー。仕事をずっとしていない期間が長くなると、社会に復帰するってなかなかね、こう抵抗があるんです。だけれども、そうやってちゃんと対話をするためにね、旦那と対話をするためにも、そういうふうに自分で経済的自立を目指すということも一つの方法なんじゃないかなと思います。でこれは全てじゃないですよ。 すべて,ての人が経済的自立を目指そうと言ってるわけじゃないけれども、そうやってお金の不安があるから言いたいことが言えないっていうことであれば、ね、これストレスがたまるもう根源的なところなんで、根っこのところなんで、やっぱその経済的自立っていうのも一つ考えておくのは必要なんじゃないかなとで、いきなり月20万稼ぐって難しいから、じゃあまず1万円稼ぐためにはどうしたらいいんだろうとかね、そういう少額の副業というか。 まあできることからね、副業と言わへんな、本業がもしなかった場合はね、その高いことを望まず少しずつね、ハードルを上げていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、次はえ17、省エネモード制限。これね、本でも紹介してることなんですけど、あ、僕たち本出してるんですよ。えっと、親も子も楽になる、緩める子育てて本。どうだろうみんな持ってる、持ってる持ってる読んでくれたこれね、本当にいいかな。これ何がいいと、何があ、あすいません、何がいいかというと、 あの自分の中にあるこうしないといけないっていうそういう見えない鎖が緩むんですよ、楽になるんですよ、心が穏やかになるんです、もうそれが本当のストレス発散術かなと思っていて、さっきのこだわりを捨てるってことにも近いんだけど、自分の中で、ね、こうしないといけないっていうその完璧主義さであったり、助けを求めてはいけないとか、ねえー、ちゃんとしないといけないとか、そういうものが強すぎると、やっぱり親も子も苦しくなるわけじゃないですか、なので、そういうことを緩めるっていうために設計された本なんです。 はいなので、こちら、ちょっとよかったら手に取ってくださいね、この概要欄にも貼り付けておきますからね、はい、で、えー、っとなんだっけ、省エネモード宣言ね、これ、疲れたときは、自分の体を、えー、楽にすることを最優先にする、心が楽になる方を選ぶということ、ね、A か B かどうしようって思ったときに、とにかく心が楽になる方を選ぶということ、で、疲れたときはね、省エネモード宣言って、もう家族に宣言するんですよ。 黄色の旗とかね、立てててもいいですよ。もう黄色信号ですよと。とその時は、例えば全部60点でいいとか、最低限のことしかしないとか、ねえー、手伝ってもらっていいとかね、えー、料理はスーパーのお惣菜やお弁当でいい、えー、気が進まないことは後回しにしてもいい、自分が食べたいものを食べていい。 自分を優先してもいいならね、心と体が休まる作戦をあらかじめ元気な時に考えておいてエネルギーを回復させることを最優先にする、うん、省エネモード宣言これはおすすめですもうあらかじめ考えておきましょう疲れた時ストレスがたまった時には、えー、こういうふうにやるよと省エネモード宣言ですよ、ねえー、携帯もそうじゃないですかでん電池がなくなってきたら、あのー、照明も暗くなったり無駄なことに使わないわけでしょそ,うそれが命を守るために大事なんですよ 大事なんで、えー、ぜひ、省エネモード宣言、考えておいてください。はい、それでは18個目、えー、目標のハードルを下げる、そうね、これもこだわりを捨てるってことに近いんだけど、自分の中で子育てとはこうあるべき、家事とはこうあるべき、母親とは、父親とはこうあるべきっていうのが強すぎると、やっぱりね、その目標との現状のギャップによって、ずっとずっと苦しめられることになるんですね。 だから目標っていうのは達成すればどんどん,ど,んどんどんエネルギーになっていくけど目標まだまだ先やんって思ってしまうといけるんかなって不安であったりしんどいなっていうそういうもうやめたいなっていう風になっちゃうんですよねつまらんなーとかなっちゃうからだからその期待値を下げるということこれすごく大事だよねだから自分の中でえ自分を苦しめてる目標って何なんだろうとか自分を苦しめてる理想って何なんだろうと、目標って何なんだろうっていうのを書き出してみる ねえー、自分はいつもニコニコしないといけないと思っているとかね、えー、子供の甘いには全部答えないといけないと思っているとかね自分を苦しめているその期待、えー、理想をちょっと書き出してみてそれをねちょっと緩めてみるゼロにするっていうのは難しいよいきなりゼロにするのは難しいけどもじゃあ,あの子供がママ見ていってたら3回に1回は見るようにするとかねなんかそういうふうにできるところから少しずつ頻度を下げていく、えー、軽くしていくっていうのはおすすめでございます。 えっと、あと2つですね。早いもので、あと2つになりました。えー、19、気持ちにはイエス。要求にはノーということで、えー、っとね、あの、子供の気持ちには常にイエスなんですね。えー、子供が、ママ見て、ママ見てってた、見てほしいんだねって、その気持ちにはイエス。だけど、見るかどうか、その要求にはノーであってもいいってことなんですね。で、これ今、ストレスが溜まってる時だから、もう要求に応えられないですね。もう自分がいっぱいいっぱいだから。その時はもうノーでいいんですよ。 ね、ストレスが溜まってないときは、イエスの時があってもいいし、ノーの時があってもいい。でも、ストレスが溜まっているとき、しんどいときには、要求にはノーでいいです。はい、ただ、気持ちにはいいです。ねえー、お母さんに絵本読んでほしいんだね。えー、その気持ちわかるよ。でも、お母さん今、〇〇をしないといけないから、えー、明日なら読めるよっていうふうに言ってあげると、なおいいかもしれないね。次回の約束もつけてあげて、要求にはノー。うん、これです。 だから、それを断ってしまったら、母親としてダメなんじゃないか、愛情不足と思われるんじゃないかって、そういういろんな不安が出てくると思うけれども、気持ちにイエスしてたら何の問題もない。これ大事なんですよ。人との関係ってそうじゃないですか。すべての要求が叶えられるなんてことあらせんのですよ。ただ、子どもの,のね訴えに耳を傾けるであったり、あなたのその気持ちは分かるよっていうことに寄り添うことは、やっぱり愛着を育てる上ですごく大事なので、要求にはノーでいいけど、気持ちにはまずイエス、う。ん にしといて、ちゃんと要求にはノーをする、ね。そうすれば、やらなあかん、タスクが、ね、増えることはありません。気持ちにはイエス要求にはノーでいきましょう。はい。そして最後になりました。20。うん、これが一番大事ね。もう、一番言いたかったことなんですけど、まあ、ストレスの根源を解決するということです。 ストレスを発,発散するためにね、えー、お金を使って解決するであったり、ねえー、お金をおかちに言うのは20代がまさにそうだったんだけど、えー、好きなたあの映画を行くとか旅行するとか、高い時計を買うとかね、60万ぐらいの時計を買いましょう。今もあるけど、全然使ってない。 全然使ってないけどね、あれねあの、ちょっと定期的につけないと、動かさないと壊れるんで、えー、1週間に1回これ、フリフリしてますよ。フリフリしてます。<laughs> それも10年ぐらい使っあのやってますよ。アメリカにいる時ももうマ、ママにね、えー、1週間に1回はフリフリしてねって言って、でフリフリしたって、いつもメールとかしてましたわ。もうそういう風にね、まあ、とにかくお金を使ってストレスが発散するっていうのが、まあ、僕の主流だったんですけど、昔はね。ただね、本当に大事なことは、 えー、お金を使ってストレスを発散することではなくて、えー、ストレスがたまらないような暮らし生活子育てを作っていくことだと思うんですね、うん、でこの11から20っていうのは割とそういうところに近いと思うんですよこだわりを捨てるであったり、えーねえー、気持ちにはイエス要求にはノー これはもう子供との関わりじゃないですか。全部イエスやって言ってたら疲れるから、それにノーをすることでストレスがたまらない生活ができるということ。なので、えー、今ストレスになっているのは何なんだろうっていう根っこのところを見つけようってことです。ストレスになっているの原因は何ですかお金がないことですか、ねえー、パートナーが子育てを手伝ってくれないこと、家事を手伝ってくれないことですかずっとパートナーは不機嫌なことですか子供に否定的なことを言うことですか どううでしょうママ友と元の付き合いがストレスですかえー、子供がわがまま言うこと学校に行かないことストレスの根源は何ですかそれをちゃんとまず見つめるで見つけたところでそれを解決できるかどうか分かんないですよあの例えば例えばねさっき言ったように何だろうなえー、っと、えー、何やったっけ さっき言ったことどんなに言ったか忘れたもう天気のにしましょう分かりやすいからね天気でね、えー、雨雨の時に、えー、頭が痛くなって、えー、体がしんどくなるそれがストレスの原因だとつまり雨,を雨が降ることによる気圧の変化がストレスの根源だと分か,った分かったとしてもね雨が降るとか気圧の変化っていうのは自分には変えることができないでしょ、まあ、日本から 日本が雨やったらちょっとアメリカ行こうかってアメリカ行くこともできるけど、そのアメリカ乗ってる間、ね、気圧が変化して頭が痛いとかね、ジェットラッグとかね、あるわけじゃないですか、時差ボケとか含めてね。<laughs> なので、やっぱその気圧の変化っていうのは変えることができないんですよ、ね。ストレスの根源を見つけることは大事なんだけど、見つけたところでそれを、それをね、自分には手に負えないこともあるんですね。例えば景気が悪い。日本の景気が悪いって自分一人では解決できないじゃないですか。 でそのの状況の中でで自分ができることを見つけるんです、ね、じゃあ天気が悪い時に気圧が変化するとなった時にじゃあどうするかじゃあ,じゃあそのもう少し読み解いてみて気圧の変化だけやったらまあ軽く頭が痛くなってそれに さらなるストレスが加わると、もう余計動けなくなる、偏頭痛になってしまうというのが分かっていたら、そのストレスになるようなものから離れるであったり、そこを休んでみるってこともそうかもしれないし、肩こりから誘引されるストレスっていうのもあるので、気圧の変化プラス肩こりで頭痛が起きるんだったら、もう明日雨やなって分かってたから、分かってたら、今,今日の夜にもうお風呂入って、しっかり肩周りをストレッチしておくとかね、これ、自分でコントロールできるわけでしょ。 そうだストレスの根っこを見つけるけど、根っこを解決できないこともある。他人の気持ちは解決できないんですよ。ね、自分が何かを伝えることをやめてほしいって伝えることはできるけど、その伝えた通りに子供が行動する、パートナーが行動するとは限らないですね。だけど、それストレスの根源を、えー、に向けて解決をしていくってことはすごく大事ね。うん、だから、今、ストレスになっているのは、例えば子供の学校に行かないことがストレスになっている。っていうのであれば、学校に行かなかった子供が将来どうなるんだろうと。 将来の子供はどうななるるる。か不安にっっててだったら、それを調べてみる、ね、学校に行かない子が将来どういう選択肢があるんだろうとか学校に行かない以外での学校以外での学びの選択肢はないかなって調べてそれが見つかれば不安はなくなるわけでしょそういうことなんですよ学校に行かないどうしようどうしようって不安になってるんじゃなくて何が不安になってるのか学校に行かないことで学びが遅れるんじゃないか ねえー、そのままなんか社会生活ができなくなるんじゃないか、集団行動ができなくなるんじゃないかと、そ何が不安になっているかって根っこをちゃんと見つけて、じゃあそのためにどうしたらいいかっていうのを自分で調べてみる、動いてみるってことです。えー、自分の専門家に聞いてみる、自分がね、分からないことでも専門家がいるんで、専門家に聞いてみるってことすごくないでしょ。自分で解決できないことを自分で解決しようと思っても無駄なんですよ。ね、でお金で解決できることをお金以外で解決しようと思っても,もう余計しんどいんですよ。 お金で解決できることはお金で解決したらいいし、いいしね。だ専門家に頼るってのはお金かかりますよ。ね、かかる場合はね、行政に相談するとしたら無料やし、ね。そういうふうに、あのお金で解決して専門家に頼るってことも一つです。一つ、そういうことも含めて、自分一人で分からないことを解決しようとしない。ね、自分で考えて分からないんだったら分かる人に聞く。これがね、あの問題解決の鉄則ですよね。で、ストレスの根っこ。 根っこに対してどうしようどうしようじゃなくて何が不安なのかを見つけてではどうしたらいいのかということをちゃんと計画を立てて調べていくということそうすることで、えー、学校行かない子どもを見てもあ別に塾でもいいしフリースクールでもいいし行かなかったとしても家で自分で子どもが、ね、自分で時間割り作って勉強したらいいし私も手助けするしできない部分だったら家庭教師雇ってその部分を週1回やってもらうとか、ね、依頼するとかね。そういうふうになんか作戦があれば不安になることもストレスになることもないんですよ。 なので、なので、ストレスを発散する方法を考えること、プラス、これも大事よ。今、たまったストレス出さなあかんから。これ大事やけど、それプラス、ストレスがたまらないような暮らし方、子育て、生き方を作っていくってことが大事です。で、この番組ではね、えー、そうやって自分が納得できる生き方とか子育てを見つける、自分の軸を作るってことをね、一番大きな目標にしてますので、えー、これからも引き続きお付き合いいただけたら嬉しいです。ということで、まとめましょうか。えー、っと、今日は、 育児疲れをなんとかしたい子育てのストレス発散術ということでねやっぱいろんなストレスが、ね、出てくると思うんですよひょっこり出てくると思い,も思います。 食欲がないとか、眠れないとか、イライラしやすいとか、無気力であるとか、集中できないとかね、えー、特定の行動に依存しやすくなるとかね、ゲーム依存したり、YouTube ばっかり見たり、ね、Netflix ばっかり見たりとかね、そういうギャンブルに依存したり、そういうようなストレスもあると思います。そういうストレスをね、えー、発散すること、プラス、えー、ストレスがかからないような暮らし方、人との関わり方を見つけていくことが大事だよねっていうことが、今日のお話でしたね。 前半10個はもう手軽にできる、えー、方法です。早く寝るとか、うちを聞いてもらうとか、好きな場所で、えー、椅子を置いてくつろぐとかね、えー、ゆっくりお風呂に浸かる、マグネシウム風呂でしたね、そういうものとかね、えー、すぐにできます。 なので、ちょっとね、何かしらたストレス溜まったなと思ったときは、これやってみようっていうのがあればね、ぜひ実践してみてください。えー、で、後半の10個はね、えー、実際にストレスを溜まらないようにするっていう方法でしたね。えー、感情グラフをつけて、自分の状態っていうのを常に把握するっていうことであったり、自分の中にあるすべき思考、あれしないといけない、これしないといけないっていう、そういう部分をね、ちょっと手放していく、こだわりを捨てるってこと。で、お金を払ってね、えー、自分の時間を作る、害虫するであったり、一時保育であったりね、で助けを求めるっていうこともそうだし、 省エネモード宣言、もう無理なんだよって今日はもうこれだけしかしないってことをもう家族に宣言するなどなど気持ちにはイエス要求にはノーって言って新たなタスクを増やさないとかねそういうことをしながらストレスがたまらないような生き方を一緒に作っていきましょうということです。 はい、ええー、まあこのかこの番組はねこんな感じでゆるくね親も子も楽になる緩める子育てを紹介しています。ええー、なんかね今日の発信聞いてちょっとでもええなとか共感ポイントがあったなって思われた方はぜひあの高評価ボタンいいねボタンを押していただけたら大変励みになりますのでよろしくお願いします。そしてね、えー、自分自身が実践して効果があったっていうストレス発散術があればコメント欄でお待ちしています。で皆さんもコメント見てください。あこういうやり方もあったんだってね参考になる。 と思いいいいますのでそういうコメント欄になればあと、あといくつか告知なんですけど、えっ、ー、と、オンラインサロンやってます。僕、インスタグラムのね、サブスクリプション登録ということでね、えー、やってます。It's my life. はい。これが私の人生だ。これが私の生き方だと。これが私の子育てだと。 言えるような自分が納得できる生き方や子育てを見つけるそれをコンセプトに少人数のライブ配信であったり、えー、なんだろうな、あのー、ライブで話したことをグループチャットで対話するそして、えー、と生,きる生き方を作るための 非公開動画を投稿します今ね、えー、入ってもらったら過去の動画、今2023年10月24日なんですけど、その段階でも10本の限定ライブ配信と、それから、えー、10本の非公開動画、1本大体30分ぐらいですの動画を見れます。 月額600円で、初月だけ入ってちゃうなと思ったらやめていただいても OK。アーカイブ動画だけ見てやめるのも全然 OK なんで、気軽な気持ちで入ってみてください。はい、えー、入り方は簡単。概要欄にインスタグラムのアカウントがあるから、そこに入ってもらってトップページにね、サブスクリプション登録ってあるから、それポンポンってやったらもう10秒ぐらいで登録できます。 はい、えー、ね。あとおか公式 line もやってます。公式 line ではね、えー、有料講義で紹介している、えー、おやあのなんだ子育て術であったり、自分軸を作る方法っていうのをねえ。26本非公開動画。それをね、えー、公開しておりますのでぜひ 公式 LINE に登録して受け取ってみてください。あとね、親も子も楽になるための、えー、子供を自立させるための関わり方ってね、24個紹介してます。PDF 版もね、そういう特典としてプレゼントされるので、漏れなく公式 LINE 登録してみてください。詳しくは概要欄にあります。ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば世界はキンキラキンに輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。 楽しいな、もう一本取れるな、はい、これハマってますこのあの動画、いいですね。